はい、プレーボールの前球人です。中日ドラ6福本優真1軍昇格へ、単打中心打線の起爆剤2ということでございまして、中日はですねドラフト6位ルーキー福本選手がこの度1軍昇格することが分かりました。この間の試合でですね1試合2本のホームランを打ったりしておりまして、状態もね上向きでございました。中日打線ですねなかなかねちょっと長打が出ないっていうところもあって及びがかかった形なのかなっていうふうには思いますが、それではまず記事から見ていきましょう。はい、中日ドラ6ルーキー福本らが1軍合流へ。中日は4日1軍の一部投手と野手の指名練習を行い、祖父江投手、笠原投手、渡辺外野手、福本外野手の4選手が合流した。笠原は約3ヶ月ぶりの1軍。1日のウェスタンリーグ広島戦では先発で2イニング2失点。ドラ6の福本は1日の同じカードで3安打2本塁打3打点の活躍を見せるなど状態を上げていた。今季は4月12日に主張選手登録されたが、1軍での主張機会がなく同18日に抹消されていたということですね。はい、というわけで今回ですね4選手1軍合流いたしました。福本選手を中心にですね今回はご紹介していくんですけれども、やっぱね中日なかなか状態が上がらないという中でね、いろいろ、こう1軍2軍ね入れ替えてというところで、やっていくのかなっていうところなんですけれども、では今回のですね福本選手どういったね選手だったかというところ、大学時代の成績とともにですね振り返っていきましょう。はい、では見ていきましょう。福本優真選手、プロ1年目ですね。2021年ドラフト6位指名の選手です。出身地が奈良県、1999年12月1日生まれ、22歳、180センチ90キロ、ポジションは外野と、あとはですね大学時代とかはサードも経験しておりました。右投げ右打ちの選手です。今季年俸が720万円、契約金は3000万円ですね。高校通算45本塁打、大学通算がですね、3本塁打、50メートル6秒3円と110メートル。福本選手は智弁学園高校時代からプロ注目の選手で、大阪商業大学進学は2年春に新人王を受賞し活躍。その後、怪我などもありましたが、3年秋、4年春に2期連続 MVP を受賞し、昨年のドラフトで中日を指名を受けました。入団後は2軍キャンプスタートとなり、交流戦以降は2軍に配置転換された。中村典子氏と共に打撃を作り上げてきたということですね。はい、福本選手ね、高校時代から本当有名な選手でございまして、プロからのもね、注目されていたんですが、結局進学ということになっておりました。ただ進学はね、ちょっと怪我とかもあって、すぐ活躍っていうのはいかなかったんですけど、2年生から新人を取って、その後3年秋、4年春に活躍して、見事ね、ドラフトにかかったという経緯でした。大阪商業大学とはですね、結構中日ね、パイプがあるので、そういったね、経緯でもあるのかなっていうふうには思うんですけれども。はい、で福本選手ですね、大学リーグ通算成績見ていくと、60試合で2割7分3厘、54安打3ホーマー、BBK1.41 出塁率が3割5分1厘、OPS 0.720 ということで、大学試合はですね、めちゃくちゃ長打が多かったっていうと、そうではないんですけど、ただ三振数っていうのが非常に少ないですよね。なので BBK っていうのもですね、1.0 を超えてきてですね、優秀な数字になっておりました。はい。でオープン戦にもですねちょっと出たんですよね。1試合で、4-0、OPS 0.000 ということで、ヒットは出なかったんですけど、1軍の、ね、経験もあったと。はい、そして、今季はここまで2軍で21試合で2割2分7厘、44打数の10安打3ホーマー、OPS 0.711 ということで、ちょっとね2軍ではフォアボールっていうのがね大学時代とは違ってまだそこまで選べていないんですけれども、この間のですね2ホーマー合わせてホームランもすでに3本打っております。大学時代のペースよりですねかなりねハイペースでホームランを打っています。さらにですね三振率っていうところですね、三振数っていうのも非常にね少なく推移しておりますので、ここは大学時代と同様ですね、しっかりとコンタクト率っていうのを維持できているのかなっていうふうには思いますね。はい、で福本選手ですね、7月3日、昨日ですね、タイムリー打った、コメントありますので見ていくと、のりさん、中村、のり2軍打撃コーチに言われていることができているのでこれを継続したいということで、配置転換が、ね、ありましたね。中村、コーチと、春コーチとで、そこから、ね、2軍についているんですが、そこで、ね、しっかりと、指導がうまくいっているのかなというところで、福本選手だけではなくですね、鵜飼選手、ブライト選手らにもですねしっかりと当たりが出てきたのかなというところになりますので、やっぱねそこの期待感というのはありますよね。はい、でそしてねこの度ですね見事1軍昇格というところになっております。福本選手が上がってきたんですが、現在の中日打線の、状態っていうところも確認していきましょう。
はい、では中日の今季成績っていうところチェックしていきましょう。22年の成績はですね、打率がここまで2割4分7厘、安打が626、ホームランが40ということで、この3つがですねリーグ5位ですね。打点が215、リーグ6位、盗塁24、リーグ5位、出塁率2割9分9厘、リーグ5位、長打率3割5分、リーグ5位、 OPS 0.649、リーグ5位、 BBK が0.32、リーグ6位ということになっております。まあこうやって見るとですね、まあちょっとですね、やっぱ低い数字にはなっているのかなっていうふうには思います。まあ打率もそうなんですけど、ホームラン数っていうのも伸びていないですし、まあ OPS もですね、低いと。で、BBK ですよね、0.32、これリーグ6位になってますので、フォアボールもね、ちょっとね、数が少ないなっていうところになりまして、なかなか厳しいのかなっていうふうには思います。まあ春先はね、状態良かったんですけど、そこからだんだん下がってきたという感じではないでしょうか。はい、まあさらにですね、交流戦終了後14試合ですね、セリーグとの試合に戻ってきた試合に限るとですね、まあ14試合あるんですけど、安打数が131安打打ってます。でこれ打率に戻すとですね、2割7分5厘のチーム打率っていうことなんで、まあ結構打ってるんですよね実は。ただですね、その割合が単打が111、二塁打14、三塁打1本、本塁打5本というね割合となっております。で、これは単打打つ割合で言ったらですね、大体、まあ、85% くらいあるみたいなので、そういうところを考えればですね、まあ、本当ちょっと長打が打てていないんですね。単打は出るんですけど、長打が出ない。さらにフォアボールも選べないという中で、まあ、ちょっとですね、なかなかもどかしい状況にはなっているのかなっていうふうには思います。まあ、チーム全体が深刻な長打力不足にというところですね。まあ、なぜこのような状態に陥っているのかというところですね。まあ、コーチの配置転換とかもね、あるんでしょうけど、まあ大きな理由としてですね、中日の ISOP ですね、長打力、長打率引く打率ですね、のランキングで見ていくと、100打席以上に限るとですね、まあ一番ですね、高かったのが石川昂弥選手なんですよね。ISOP が 0.186 という成績でございました。で、2位がアリエルで、ISOP 0.185 ということで、まあここのね、2人が抜けているなというところですね。で、その次がビシエドで ISOP 0.159。で、4位が京田選手で ISOP が 0.138 ですね。で、鵜飼選手が5位で ISOP 0.135 というところなんですけど、まあ、こうして見ていくとですね、トップ5のうちですね、まあ、1位、3位、5位っていうのが今、1軍にいない状況ということになってます。まあ、石川選手は今季絶望の怪我、ビシエド選手はね、もうすぐ戻ってくるっていう感じなんですけど、まあ、鵜飼選手は不振で2軍というところでございまして、まあ、やっぱですね、これだけね、欠けてしまえば、当然、長打力っていうのは落ちるのもね、当然、かなっていうふうには思います。まあただ彼らが欠けてですね、大体で、まあ出る選手の長打力がないっていうところもね問題ではあるんですけど、まあやっぱねここの影響っていうのもあるのかなっていうふうに思います。それだけにですね、まあ今回昇格する福本選手、まあ長打力っていうところねしっかりと期待したいなっていうふうには思いますので、まあ伸び伸びとね打たせてあげてほしいなという感じではないでしょうか。はい、では今日は以上ですね。最後ネットの反応見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。福本さん、今年の中日ドラフトの野手の中で一番高校の時は騒がれとった人やし、普通に期待しているということですね。そうですね、福本選手ドラフトの順位で言うとね、去年一番下だったんですよね。育成取らなかったんでドラフト6位っていうのは、まあ中日が一番最後に取った選手なんですけど、ただですね、高校時代の実績で言えばやはりねこの福本選手が一番かなと、まあ、ブライト選手はね、そこまでっていう感じでしたし、まあ、鵜飼選手もねしっかりと50本以上打っていたんですけど、高校通算。ただやっぱねスカウトコメントとかは、そこまで出ていなかったので、まあ高校時代のね実績で言うとやっぱ福本選手が、まあ一番高かったのかなっていうふうには思いますし、まあ大学時代も怪我とかいろいろあったんですけど、しっかり結果出してねプロ入りしたので、まあプロ入りしたらもうあとは横一線っていうところかなっていうふうには思いますので、まあここからですね実績を積み重ねていってほしいですし、まあ鵜飼選手もねそこそこ、出始めの頃はねやれておりましたので、まあそれに次ぐですね、成績っていうのを残していただければなという感じではないでしょうか。はい、でこちら見ていきましょう。福本くん一軍記者ののりさんにしっかり鍛えてもらいたかったということで、まあ一方でこういう声も結構聞かれますね。中村のりコーチが下に行ってからですね、やっぱ一軍のね、状態っていうのも落ちてきたと。まあ先ほども言った通り石川選手、ビシエド選手、まああと鵜飼選手らがですね、まあいないっていうところもね大きいんですけど、まあとはいえですね結構やっぱ、深刻なね長打力不足に陥ってしまったと。一方二軍ではですね、軒並みねルーキーたちが打ち出してきたというところもあるので、まあ、やっぱコーチの、ね、影響っていうのもあるんじゃないかっていうのもね、結構言われておりますが、
そういう意味ではですね、やっぱ福本選手も、一軍にまだ行かずにですね、しっかりとノリコーチの教えっていうのをですね、まあ、体にね染みついてから、まあ、一軍に上げていくっていうところで、まあ、いいんじゃないかなっていうことですよね。なかなか難しいですよね。まあその方がいい気もするんですけど、やっぱね、まあ、一軍を経験しておくっていうのも大事かなっていうふうには思いますので、まあ、しっかりとね、ノリコーチに学んだことを、まあ、そのまま崩さずですね、出せればなっていうところなんですけれども、まあ、この辺はねちょっと皆さんの意見も聞きたいかなっていうふうには思いますので、まあ、よければね、コメントの方いただければというふうに思います。では今日は以上ですね、チャンネル登録高評価などもいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット、ありがとうございました。